はい、ということで英語物語体制イベントやっていきたいと思いますけど、これ運営さんはなんか連休とか狙ってたんですかね。うまく前半後半なしですもんね今回。対戦イベント引退復刻祭、結構告知も急でちょっと読めんかったタイミングですけど、まあとりあえずやっていこうということで、やっていこうということで、そうだな、前半ないもんな、前半後半ないもんな。土曜日の夜7時から水曜日のこれ AM1 時だが、今つば飲んじゃったな。だから木曜日ってことだね。ここら辺ちょっと、まあいいや、まあいいや、そういう話は、まあ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 いいとして、あれ読み方、健やか体操覚えましたよ、ちゃんと健やか体操。まあまあそこら辺の話はさておいて、成績的にはこんな感じできまして、デッキ的にはこんな風です。いやもうお前マミーさん使わんとか言ってしっかり入れとるかやって、そういう話はまなしとして、やっぱポルム先生環境破壊だね。ポルムじゃないね、ネポムだね、全然違うね、ポしか合ってないね。ポルずっとポルムだと思ってた。あれですよね、動画でポルムさんって言いましたかね、あの英語物語、それが頭に入っててポが入ってて、まあまあそこら辺はいいとして、これ環境破壊だね本当に。ウーマンが出てきても結局風変ウーマンしか多分対策ないですもんね、あいつのあれだった、やってた方がいいか、これやってた方がいいか、あの1ターン目のあいつクジラだったか、あの変化するやつ、これ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 で変化してウーマンで耐えるしかないけど、でもこれいつ2ターンだもんな、これ環境破壊だぞ本当に。1ターン耐えるともう一発打つもんね、これはあかんねえか、あかんこだねこれは。なんだかんだ言ってこれ入れちゃいましたけど、コスト的にちょうどギリだったんですよ。言い訳するなって、風が入ってるし、火力あるし、水 90% あるし、これ今入れて思ったんですけど、向こうの方のデッキで、向こうで話すといいか、ここにみかん入れたんですよ。だったらここ風があるもんで、これ育てやよかったかな、なんで、まあ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 、まあ、私らしいということで、散々ね、集めんとか言っといてね、一チョコ逃げといて、福引きだけを集めたんですけど、あ、そうそう、全然話変わるけど、もう早速あれですよ。これ以外はもう全部やりましたよ、ちゃんと。今日までですよね、確か。福引くんだで。まあ、そういう話は、なんか脳書きいつも長いんで、やっていきましょうということで、レッツラドン。もう、とりあえずネポムを入れるデッキですよね。もう、攻めデッキ、ネポムって感じで。初手の、誰だったあれ、名前忘れた。ガーって、いや、自分の中で言ったつもりなんですよ。あれが一つ足らんのか。ちょっと火力的に微妙だね。だたまにウサとか連れてくる人おるもんね。デラ環境破壊の人おるね。ちょっとこれぐらいになると、ほらほら、おった、ウサがおった。本当に、まあ。本当に。あかんだろ、これは。大体警備とか出てくる展開が見えるんですけど、4700で死なんかったもんな、あれかてえな。ウサネポ持ってきたらあと何が来るんだ。とりあえず勝手のばっかみんな揃えるな。なあ、ネポムの前には硬さはあれだぞ、柔らかくなるぞ。これの対策がでもほんとあれだもんな、風変してウーマンでも1ターンしか耐えれなくて、その次のターンに潰されるっていう。入れるよな、これ入れるよな、一応使っとくわ、しゃあないで使っとくわ。うん、これ私この問題ね、発音されんとつらい。まずね、 G の単語を探す、 G がチャージだから、ほんでね、チェンジで非常に迷う。だから似たスペルほとんど、ほんとダメだね。入れるわな、これ入れるわな、私これ入れたけど、こいつね結構あんまり活躍してない、あんまり使い道は。ああ、1ターンずれたな、1ターンずれたな、1ターンずれたな。1ターンずれたな、1ターンずれたな、1ターンずれたな。ここで使えるとよかったけどね。無難に風変のがいいかなと私も思ったんですけど。使ったんだよね。それが難しいんだわ。蘇生と絡んだ時がね、そこら辺が微妙なとこなんだよな。2ターン目だからで2番目に使われるとは限らんし、何にしっかり生き残りやがったな。まあいいや、使っとくわ、しゃあねえで。ガイダンス、プロビジョン、アワード、
benefit. プロビジョンなの？プロバイドとかじゃないの？これって。Provision. プロバイダーがあれだもんね。供給業者とかあれだもんね。ん？どうした？仲間あれか？ん？あ、蘇生してからとこうか。そういう解釈だよね。だってそうだよね。生き残り数でってことだよね。多分。I owe you. See you. ね。For your information. Emo.英語ででもこれ見ると思います。本当略語好きだよね。略語で私もよく言うけど、絶対あれ分からんだろうね。略語なんか。特に金融関係なんか略、どうした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 ほっと略語多いもんね。あ、何でも頭文字いやいいもんね。あれ言っとる方はそれで通るけど、聞いとる方は分からんもんね。最初に記事とか読むと絶対思うもんな、あれ。全然話しておりましたけど、いや本当に本当に。To choose by means of voting. Elect. Collect. あのあれ。Regret. Fail. 日本語だとさ、頭文字があの変換しにくいっすがね。ん？回復量ってことでしょ。なんか敵チームあれだな、あれ取るな。ま、そこにマミーがおるもんな。マミーのあの目が怖いな。じーっとあれだもんな。俺の方見つめとるもんな。蛇の方を見つめとるもんな。この大杉もめんどくさいんだよな。結構めんどくさい。これ歌であったよね、確か。よく出てくるよね、歌でね、ミスティングね。それで覚えとんかな。ん？黙り出したな。どうした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 ？なんか今まであれだな、連呼しとったのが急に黙るとなんかあれだな、怖いな、逆にな。Thanks。 どの展開だったのが、やっぱあれだ、2ターン目3ターン目って結構気になるんじゃないかな。あのウーマンとの絡み、 Thanks。 ネポムはでも私やっぱ環境破壊だと思うんですけどね。それとあのマミー藤原はやっぱあれだな、拾っとけよかったな、あれな。体力がないでまだあれ、まあでも最後の火力合戦はあれだもんな。全体攻撃の小町とかあの辺り出てくるもんで、なんとかなるってや、なんとかなりますわね。蘇生でもあれ逃げれんもんね、結局遅延でもね。まあまあそんな感じで、なんか何が要因かようわからんですけど、まあまあまあこんな感じで来ましたということで、ああ、やれないですよ、おっしゃった、おっしゃった。ということで、とりあえず例によってまたアカウント変えていきますということで、はい、ということで、チェンジ。はい、ということで、アカウント変えてきまして、こちらの方は、こんな感じで来まして、微妙でしょう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 というのは、デッキ的にこんな感じです。やろうとしとることはそんな変わらん。もう結局、火力で押そうぜ。このあれ、ネポムを使おうぜって。当然、オツ度合いが弱いとかありますけど、これ別にオツしてなくてもあれだよな。50% かかるのは一緒だよな。1ターン目でだって、風変が出てくるってクジラぐらいですよね、多分。これはね、もう完全にやりたかった。クジラみかん。で、みかんから、これ、風、ここで、なんか入れようということで。これ、コストが余ったんで、ここ入れたんですよ。というか、こっちの方ね、あの、あれ、さっき使ったやつ。これ。ナレースワン。オツが足りんもんね。1900でこれ、イベ補正入っても 1.5 倍ですよね。3000ぐらいですよね。だったら別に小町書店に使ってもそんな変わんねえんじゃねえかということで採用をやめたんですよ。最初1、2回使ってたんですかね。で、向こうのと比較して、向こうのはなんか生き残る可能性が高いもんね。こっち大体沈没するんですよ。やっぱあれだろうね。オツ度合いが違うんですよね。こっち6の2で、向こうがね、6の5だった。捨ても違う。まあ、当然違いますけど。なんで、これがオツできたら書店確定でしょうね。これあれ？オツ満タンだといくつ、うん、またお前あれだな。やる前に脱線ばっかだな。脱線やろうだな。マミーさん、やっぱあれだね。こうやってちょっと見とくけど。やっぱあれだな。あの、みかんからの連携ができるってそこ気づかんかったわ。あれ、アホだったわ、私。まあ大体アホなんですけど。あれどこだった？あれ、何を見ようとしてた？ナレースだよね。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 ナレース、ナレース。こいつ地味にめんどくさいですね。出てくるとね。これめんどくさいね。
最後に入れようかなと思ったけど火力が弱いのでちょっと却下したんですけど、一回使ってみたらあれめんどくさいね。ただあれ最後に入れちゃうとちょっと方向性が変わってきますよね。攻撃で押そうとしたのに最後だけなんかね、あんなど何タイのなんとか通りみたいなところに俺はねちょっとあっち系のおっさんが出てきたってね、ちょっとあれだもんね。それはね、ナレースナレース話飛んでナレース2500の2500ぐらい、だいたいだから 1.5 かかると3000どう500いかんぐらいかな、300とか400ぐらい、そんなもんぐらいですよね。そんなもんぐらい、そんな違うな、3700ぐらいか、 1.5 だもんな、3700ぐらいか、違う2500、そうだな、3700とか600とかそんなもんぐらい、小町よりは強いってことか。まあまあまあ、とりあえずやっていきましょうってことで、これがまたね意外にねはまらん。このクジラからみかんはいいんですけど、これあれこれで見合いか、クジラからみかんはまああれなんですけど、みかんからここがなんかねつながらん、うまく結構なんかみかんなんか残ったり、ここら辺に来ると多分ソーセージとかおるもん でみかんがねあの風に変化しちゃうと邪魔するっていうのは、あのソーセージが水ばっかですかね、あの水属性のやつで、あいつどれだったスキルターネグ長いね、お前やる前長いね、言いたい方だ言うだけだもんね。まあ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 、そう大体ここら辺で使うのってコスト的に考えると優子さんか、こっち使うぐらいだったらここら辺来ますがね。それから4単蘇生がありますよ、ここら辺だと、あの軽量というか、あのコスト的にこういうのが出てくると水しか蘇生できんのだと、逆にあの風変したみかんがめっちゃ邪魔しとる、だから微妙かなってことで、まあ、とりあえずやっていきましょう。レッツラドン。で、これも再三なに、水、コスト制限、水コスト制限で水制限って言った方がいいか、時思うんですけど、後半の風変って結構いないもんね。ウーマンを風変させるぐらいで、そっから後ってあんま出さんもんね。だから、何言ってんの、みかんのサポートが結構来ない。みかん一人だけで、いや、また来たな、ウサが来たな、恐ろしいやつが来たな。私的にもこれなんですよね。コストが余ったので、おすぎを入れたんですよ。本当はナレース入れたかったんだけど、ちょっと、ね、ちょっとというか、だいぶオツが足らんもんで。これ、私先に押さん方がいいね。ね。ウサのが火力強いもんな。ウサの邪魔してかんもんな。ウサ先輩の邪魔してかんねえな。あれは本当に、また来たな、環境破壊が。プロモーション、プレパレーション。これでも今めっちゃ悩んでたんですよ。考えとったんですよ。準備なんかあるわけねえわなと思って。昇進となんかそこでね、天秤にかかってた。だってもう全部あれだもんな、一掃しちゃうもんな、ポルム先生。ポルム先生、ポルムって言っちゃうのはネポム先生。風変身とダメだもんね。そうそう、あそこで風変がね、風変しか本当対処がないもんな。ちーちゃんはどういう風につなぐんだ、それ見たいな。にゃーって言いたくなるわ。にゃーって言いたくなるけど、1ターンだもんな。ネポム先生2ターンだもんね。なんかネポム先生を生かす方が絶対重大だもんね。ここでまだいいんだもんね。かかっとんだもんね。ネポム先生。Suddenly to go somewhere and be impossible to see. There. Check. Draw. Disappear. これネポム先生が何ダブル、トリプルでかかった？ちーちゃんが出るの？なかなか恐ろしいな。でも相手あれだな、知念先生がおるもんな。風変そうだよな、2ターン止めれんでな。でっかいよなね、ポム先生。だから私もウーマン卒業したんですよ。そう考えとる人みんな多いんじゃないかな。コスト的にそう変わらんし、1ターン前に出れるし、だって運よく生き延びたらもう1ターン使うんだよこいつ。だってもう止めれんもんね、これは完全に。いや、あれ、あの、風ウーマンしか止めれんもん。うん、いや、本当に本当に。2ターンだもん、あれが1ターンだったら分かる。
あれをやれってこと、要は生き残っとるってそういうこと言いたいでしょ多分。いっぱい出てきた、いっぱい出てきたな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 。そう、こういうことなんですよ。ここで本当は何、おかいこで風変したいと思うんですけど、蘇生の邪魔するもんで使えんっていう。結構このかこのあいつ誰だった、諏訪湖でも何風変で連動、私みたいな多分考えでさせたいと思うんですけど、それを蘇生の邪魔することを考えるとどっちがいいんかなって、なんかね30回か50回ぐらいサンプル取ってね、どっかの論文でなんか書いてくれんかなと思うんですけどね。どっかの研究学者がね、アメリカは英語物語でやらんな多分な。分かっとるっていうもんな、そんなの単語な。言われそうだもんな。微妙なところ、体感的にちょっとなんか判断が難しいかな。勝率がこっちの方が悪いもんで、来たな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 、頼むぜ頼むぜ頼むぜ、絶対押さんぜ、頼むぜ。よし、一発ででも倒せんもんな、あれちゃんと落としとると倒せんだよな、ちゃんと落としとると倒せんだわ。1ターンで幽霊じゃやれんのだわ、やれんのだわあれは。今何をあれか考えたな、あのあれでしょ、回復量のこと言ってるんでしょ、要は。それを言ってるんでしょ多分。すごいすごい戦いだな、すごい戦いだな最後。すごい戦いだな、うん、すごい戦いだな。相手の体力が残ってないでよかったけどな、これ幽霊でもなんとかなるけど。渋い戦いだったな。 Thanks Thanks Thanks。 一応あれなんですよ、舌突き出しとるんですよ、ちゃんと舌、唇のところ舌乗せとるつもりで言っとるんですよ Thanks って。今普通の日本語 Thanks で Thanks 言えとんかな、言えとんかな、まあいいけど、まあいいけど、微妙なとこだなこれね。そうなんですよこれ、まあ、大差ないっていや、確かに勝率的に向こうと大差ないですけど、でも別にこれだけじゃないですもんね、勝因の差って。そりゃこれ入れやあれだけど、あーでもそうか、蛇の代わりにはならんな、難しいんだよなこれがな。結構みんなここ風とかを意識する、まあ合わんもんな、でもこれなんていうの、3ターンが死んで次4ターンがあって、みんな例えば私のみかんが出てくるターンで4ターンのねゆるが出てくるってわけじゃないもんで、難しいな、なんかそこまで優位性がないし、いまいちではないけど、あんまり風対策そんなしてこんすわね。京子先生で1回みかんやられたんかな、それぐらいかな、なんでそんなあれかなーって。ここの対策の方が絶対多いぞね。もうウーマでね。で、こいつだよね。もう完全に。完全環境破壊だね、これ。本当に。これだともうね、やっぱり、あるかないか。全部壊すもんね、本当に。これ、あ、そうか。これ、後半に出してもいいな、別に。ありじゃないっすよ。ここら辺に入れると、例えば4ターン目ぐらいに入れると、私持ってないんですけど、あいついますが、アヌンナキか、ハバキの水風バージョン。あ、でも、150であれば出てこんか。そこは難しいか。ここに入れてもいいか。ウーマン対策に。でもあれだもんな、ウーマンが風に変えるって可能性もあるもんな。あ、さらにあれか。風変がおるもんな。そうか、後半に硬いのはあれか。でもこれ結構使い勝手でかいですよね。別に。多分ここら辺折ってもいいよね。2ターンだもんね。まあでも最後確かにもう火力環境になるから、潰せるは潰せるって、他のユルでもいけるって、だからコスト面そんなに重いの入れる必要あるのか、だったらウーマン潰した方がいいんじゃねえかっていうところね、ありますけど、やっぱ環境破壊だと思うな、これは。ん？こっちが？ちょっと少ないで関数はね、やっとる回数が12の7、向こう10、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。今 iPad の方で見るで。
12-9。まあ、俺の誤差の範囲だもんな。これぐらいならなんか同じデッキで最初からやってもなんかずれそうですもんね。それより初手とかもあるだろうな。っていうか面白いですよね。あ、間違えた。こっちの初手の方が硬いのに向こうよりこっちの方が勝率悪いんだもんね。そんなに弱そうに見えんすよね。まあね、なんか。別にナレースワン私のオーツしとるわけじゃないし、あれナレースワン別にあれだもんね。そこまでめっちゃ捨て高くなるわけじゃないもんね。5000-5000とかになって風が入るのはそれはちょっと気違いで絶対耐えるだろうっていうことになるけど。なんかあれだな。ヘビが有効なのか、藤原マミが向こうが良かったのか、何が良かったのか分からんすけど。まあやっぱあれだな。多分みんな感じ取るようだと思うんですけど。ネッポもあれだね。環境破壊ですよね。まあいつもね、こうやってダラダラ長くなって話になって、対戦やらんくせにお前ごちゃごちゃ喋りやがってということで、まあとりあえずそんな感じで終わっていきますということ。全然、あ全然運じゃなくて、明日のレギュレーションとか全く見てなくて、何にも計画立ってないんで、まあとりあえず朝見てまたこんな感じでやっていこうかなということで。ということで、そんな感じで来まして、なんとも言えんとこですね。まあ、普通のなんて言うんだろう、今の英語物語の環境に沿って火力方向で、まあ、デッキ作ったらこんな感じになったということで。風編、長いな、お前最後長いな、いろいろ言うな、風編って言おうとして。ここやっぱテーマだな、ここら辺、ここら辺ね、キーマンでしょうね。ネポもずらすとかでもあれか、でもウーマンだもんな。難しいとこだな、なかなかな。これだね、本当に取り扱い中だね。これ本当危険物だね、これ。本当に。どこに入れても動くだろうね、多分。ここ入れても別に動くでしょうね。これ、ちょっと待って、ちょっとタイム。最後にタイム。今気づいた。オツできとってどんなもん行くの？普通にガチャ引いとる人だと多分取れとるんじゃないですか。あれ、ネポムっていつのとこでした？イベント、ネポム。この前か。この前のガチャって私何回引いたんだ？何回も引いてないんか？これ何？フルオーツ行くと2700-3400。ああ、そうか。これで5000-5000待ったらあれだな。ほんと環境破壊だな。全部ぶっ潰すもんな。高いな。スキル込みならこれでも高いよな。これで逆に体力5000とかあったらもうあれだよね。みんな使うしかないもんね。これでも高いね。このスキル込みで考えるなら。初手には使えんけど、2番手以降どこに入れても OK だね。特に水縛りだろうね。潰すね、これはね。うん、なんか、ウーマンよりいいんじゃねえかというところで。まあ、そんな感じで来まして、うん、意外にこっちなんかいけるかなと思ったけど、なんか良くないというか、整理設計的に。まあ、長いんで、いつものごとく長いんで、もうね、脳書きばっかりなんで終わりましょうということで。はい、ということで、そんな感じで。英語物語対戦イベント復刻対とりあえず初日始まりまして、11月2日7時スタート、19時です。現在が9時58分。両アカウント合わせてどうでしょう。まあ、いつもと同じ時間ぐらい、15分じゃない、多分脳楽器長いからね、これ普通にやれば多分15分ぐらいで終わるはずですね。ごちゃごちゃ言っとるもんで、まあね、長いんで終わりましょうということで、まあこんな感じのデッキでこんな成績で、まあとりあえずは終わりましょう。いや、まだ私的には終わらんすよ、やりますよということで。はい、ということで、そんな感じで終わり。